心診療所チャンネル。ご質問にお答えします。今回はコミュ障といじられますについてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回お受けしましたご質問はコミュ障といじられますというご質問になります。シンプルなお答えとしてはそれはいじりではありませんというふうにお答えします。コミュ障とはまず振り返りますと、これは対人交流コミュニケーションがあまりうまくいかないということ、不安障害などで話すという行動に出にくいという場合もありますし、例えば発達障害などがあるなどで周りから交流が不適切と思われているということもあります。このコミュ障2つの使い方があって、ある種自分でいう一種の自虐としていて会話の潤滑剤として使うという場合もあります。一方で他の人から言われるという場合、この場合は基本的にはある種の悪口で交流技術の低さを言われているということになってしまいます。ここで、他者へのコミュ障というのはある種下に見ている見下しがセットになっていることが多いというところです。一方のいじりなんですけれども、これはもう本来、こうあるべきというものを見ていきますと、相手を揺さぶるタイプの介入を行っていきまして、そこから引き出される反応を通じて結果として相手を助けて関係や雰囲気の改善を図る方法ということになります。ただ実際はいわゆるプチいじめとしてのいじりになることも少なくはないというところがあります。これは相手を揺さぶることによって介入を行って、そこから引き出される反応を使う、ここまでは共通しているんですけれども、それによって相手を貶めていじる側が優越感などの満足に浸るという方法になります。目的はだいぶ変わってきます。本来のいじりの必要条件を見ていくと、一つ目はいわゆる平等性、片方がいじればもう片方もいじるということは当然にあるというのがあります。二つ目としては互いの自発的な同意、これは無理やりさせられているとか孤立したくないから同意しているという意味ではないです。三つ目が相互の尊重、リスペクトになります。逆にプチいじめのサインとして見ていくと、この逆になりまして、まずは役割の固定かつ上下関係、支配するされるみたいなことがある場合もあると思われます。あとは本当はいじられたくない、本当はされたくないというのがある場合、これも健全ないじりではないと思われます。あとは一種の見下しと恐怖、リスペクトの逆のものになります。そして先ほどのコミュ障といじられるというところをもう一回振り返りますと、この中には上下関係とある種の見下しの感情があると、そして言われる側は本当はされたくないということがあります。これはいじりではなくていわゆるプチいじめになります。これは不健全な関係ですので、距離を取ってる離れた方がいいということになります。ここでご質問として、でも離れたら孤独になりますということですけれども、お答えとしては尊厳を壊してしまうよりは孤独の方がマシというふうにはお答えします。この背景、孤独を恐れてのいじられというところだと思われます。日本では、孤独孤立というのはどうしても、人からある種の劣勢というふうに見られることがあります。これは陰キャという言葉あったりコミュ障という言葉あったり、にじみ出るところがあります。その中で孤独よりはマシという理由において、もう明らかに不利だったり、そういう搾取されるような感じなんだけども、それよりはマシということで受け入れてしまうという場合があります。この場合確かに孤立は避けられるんですけれども、もしかしたらそれ以上に失うものも多いというところがあります。この孤独回避の代償というところを見ていきますと、まず一つ目はいわゆる不平等な人間関係、搾取されるような関係、貶められて優越感に浸られる関係性です。二つ目としては自己肯定感の低下、そういうふうな不適切な関係が続きますから、自分で自分を信じられなくなるということが出てきます。その結果三つ目としては慢性なうつ状態や不安や回避というところ、これが長いスパンで生じる場合もあります。こういったことでご相談を受ける場合も心療内科は少なくはないというところを申し上げておきます。孤独の2つの意味というところです。孤独というとすごい幅広いんですけど、大きく2つに分かれると思います。1つ目は社会的な孤独というところ、社会から孤立しているとか、ぼっちとか言われますけど、そういう低い評価を受ける的なところがあります。ただそういう周りから悪いというふうに見られるというニュアンスです。もう一つの孤独の意味が、存在的な孤独というところ、これが本来の孤独の意味だと思います。人とのつながりなど、いわゆる実存的な関わりというところが欠けてしまう、それによる根っこのところでの孤独感というところです。なお先ほどの不健全な関係だと社会的な孤独は解消できるんですけれども、存在的な孤独は続いてしまいます。
つながりは大事だけど尊厳もまた大事ということで最後見ていきます。対人面のつながりというのは確かにそういう存在的な孤独を避けるのは人生の大事な要素ではあります。ただ一方でその孤独でないというのは尊重と平等性があってこそ健全な関係性であってこそというところがあります。なのでこの孤独でない関係があるというのは誰でもいいとかどんな関係でもいいというわけじゃなくてあくまで健全な関係性というのを模索して探していくというところになると思います。その中で仮にその途中経過としての軸のある孤立ということであればそれは傷はまだ浅いものというふうに考えます。今回ご質問コミュ障といじられますについて見てきました。このいじりというのは本来は利他的な活動が理想ですけれども時に相手をマイルドに見下し搾取するようなプチいじめになってしまうことは現実的にはあります。孤独や孤立というのは確かに苦しいんですけれども一方で孤独を避けるために搾取されるような関係になってしまうというのも同様にまた苦しいものになります。人間関係の土台は相互信頼でありましてそれが困難であればもう距離を取って一見遠回りであっても、一つ一つ信頼できる関係性というのを探していくというのが現実的には健全な方向に向かっていきやすいんじゃないかと思っています。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。